皆様にご報告があります。30万人突破しました。視聴者の皆様のおかげさまで、30万人突破ということができました。ということで、今回はですね、視聴者の皆様に、喜んでもらえるようにということで、まあ、感謝動画ということで今回させていただきました。まずはね、ちょっとこちらを、今までご協力いただいたスペシャルな方々にちょっと、ね、プレゼントいただきました。で、ここの中央にあのアンドレス・イニエスタ選手のサイン色紙があります。で、牧野選手、牧野智章選手のサイン入りスパイクもいただきましたし、太田さんのね、所属時ジュビロのユニフォームだったり、岐阜 FC 岐阜のユニフォームだったりと、その他にもプレゼントね、たくさん用意してます。ものの説明は後ほどさせていただきたいので、それとですね、もうちょっと脱がしていただきます。はい、はい、今回ですね、その30万人突破記念ということで、アパレルのフィデスさんとコラボ T シャツを作成させていただきました。はい、こちらですね、フィデスと書いてあって、その下に30万人突破ということで、はい、これ英語で表記してあります。ちっちゃくね。で、こちらです。はい。バックプリントに、まあこの元気玉ですね。僕がまあ元気時代にルーティンのようにやらせていただいた、はい、はい、こちらのポーズをね、YouTube の最後に文字表記される意思あるところに道は開けるというところを英語で、はい、こちらでね、載せさせていただいてということで、今回作成させていただきました。はい。まずはね、こちらをご覧くださいということで。ありがとうございます。ありがとうございます。今ね、青森県来てるんですけど、青森といえば、はい、青森山田高校。なるほど。今回はですね、創成館高校。はい。本日、栃木県に来てます。そうですね。はい。矢板中央高校。今回ですね、はい、鹿島学園に。そうですね、鹿島学園来ました。はい、おはようございます。おはようございます。鹿島実業地獄トレーニング経験させていただきたいと。今回はですね、はい、神村学園。今回はですね、はい、城西高校。はい、ということでです、長崎県に来てます。国見高校。思い出した。九州国際大学附属高校、立川校。はい、ということで今回はですね、宮崎日本大学高等学校サッカー部。はい、ということで今回ですね、はい、熊本県に来てます。大津高校にお邪魔します。はい、今回ですね、実は宮崎県にいます。高等高校ですね。本日は鍛えてください。さあ、こんにちは。ちょっと本日は短い時間ですけど、よろしくお願いします。スピード、よろしく。集中。いざ。はい、ダンスだ。はい。あそこで押し込めるか。ネガティブなこと起こったら、うわもうダメだってこう諦めそうになるんです。でもそれを乗り越えるのが成長だから。強化なすっていう声でさ、あれでも分かんない。こんだけさ、チームメイトがこんな環境ないよ。選手権頑張ってください。ありがとうございました。はい、ということで体験入部ということで、関わりがあったね高校をショートムービーで流させていただいたんですが、
まあ、今回ねこの T シャツを作成した意図というのも、まあ、もちろん30万人突破記念ということもあるんですが、このね収益分全額を今まで訪問した体験入部した高校にサッカーボールとして全額プレゼントしたいと、はい、いうことで、今まで僕も思いに支えられたので、視聴者様の思いでこれから冬の高校サッカー選手権があります。今コロナ禍っていうところでなかなか練習もできない地域もあったりとか、制限がかかってるというところで苦しい思いをしてるんですが、皆様の思いもねお借りしながらサッカー界を盛り上げていきたいということで、今回このね、記念 T シャツ限定200名様にということで、作成させていただきました。もうぜひねご協力いただいて、一人でも多くの方々に参加していただいて、サッカー界をね皆さんで盛り上げようという意図で作成させていただいたので、皆様ねぜひ興味がある方はこちらですね、スタジアムとかこうね行った時にこれ着ていただけたら嬉しいね。いやーそれは嬉しいですね。いやめちゃめちゃ嬉しいね。クラブのユニフォームじゃなくて、もう那須さんのフィデスの記念 T シャツ。そう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 。ちょっと何の試合か分かんなくなっちゃう。いやいやいや、そうなんですけど、はい、まあでもサッカーをやっぱり盛り上げようっていうところで、はい、どのサポーターもそうなんですけど、 J リーグを盛り上げようっていう意味では仲間ですから、はい、まあ、そういう意味合いも込めて、まあ、僕はもうね毎回こうやって天に向けてやってたんですけど、はい、サポーターの思いをっていうね、見えない思いをね、はい、こう背負って僕は戦いますっていう意思表示でずっとやらせていただいたので、今もねたくさんの人の思いをねお借りしながら、はい、こう活動できてるので、まあ、そういういろんな意味合いを込めて作成させていただいたということで、ヒデスさん来てます。今回ちょっと目的があって来たんですが、こちらっす。30万人行くということで、30万、はい、提案というか、まあ、せっかくなんでなんかコラボ T シャツじゃないですけど、なんかできないかなって思ってんですよね。何がいいかな、意思あるところ道が開けるみたいな。なんかじゃあ今からちょっと打ち合わせします。現在福岡のヒデスさんに、はい、来てますということで、ジョスジョスジョス、ジョス上と下は一緒なんですけど、はい、この横はだ色がちょっと色合いが違うっていうので、はいはい、僕は個人的にこっちかなって思ってて、こっち、ね、こっちこっちね、いいじゃないですか。より自分の思いだったり、そのね視聴者のこのみんなの思いの決定じゃないですけど、着るとここはこうなるから、はいはい、自分を着るかというと、はい、一緒なんだけど首回りが来ました。おお、はい、じゃじゃん、おお、いいですね、いいね。ヒデスさんとコラボ T シャツということで、はい、あ、はいはいはい、はい、あ、本当だ、すごい、書いてあるからです。30万人記念ということで、デザインがこれに決まりっていう感じですかね。はい、でですね、今回これ限定200名様ということで販売させていただくんですが、今回税込み8800円で販売させていただきます。購入の仕方は概要欄の方からリンクを貼ってありますので、そこで、まあ、受注販売になります。1ヶ月から1ヶ月半後に、T シャツが届く形になりますので、応募期間も今回決めさせていただいているので、その期間内にぜひ購入いただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、今回ねこれを販売させていただきます。これからちょっとねプレゼント方を1つずつ紹介させていただきたいんですが、まずはですねこちら、はい、アンドレス・イニエスタ選手、こちらサイン色紙、はい、本当にあのイニエスタ選手ですか、ね、お願いしました、アンドレスに、はいはい、初期からねご協力いただいてということ で、 です、ね、まだ5000人も満たないぐらいだったんですかね。ヴィッセル、あの、はい、神戸に所属させていただいてということで、はい、まあ、今もねこういう関係を続けさせていただいてんですが、5名の方に、はい、サイン色紙アンドレスイニエスタ選手の直筆のサインをまずはプレゼントさせていただくということで、まあ、これから発表するプレゼントの数々なんですが、はい、こちらも概要欄の応募リンクの方からお名前、住所、電話番号の方をご記入いただいてということで、はい、送らせていただきますので、皆さんねぜひ、応募していただければと思います。じゃあ早速次なんですが、はい、ゴルフ対決、はい、で牧野選手と太田義明さんプレゼント企画をかけての対決で勝ちました、はい、でスパイク1足でって言ったら、なんと、はい、4足送っていただいてスパイクを、しかもサイン入りですね、全部。それも最新版のアディダスの4種類、はい、4種類、そして紐なしのパターンもあるんですよ、はい、紐なしもあります。ちなみにですね、サンダルとスニーカーはこちらの方ですね、こちらの方です。すごい、はい、ドンということでこちらですね、はい、全部見えるかな
11足でした。11足、はい、あ、11名分、はい、スパイクとサンダルとスニーカーということで、もう多くのものびっくりしました、はい、まさかのこんなに送ってくれるとは。はい、で直筆のサイン入りということで、はい、はい、こちら11名分をプレゼントさせていただくということで、はい、それとですね、牧野選手、はい、プロデュースの香水、はい、こちらも2名様にプレゼントさせていただくということで、はい、盛りだくさんですね。牧野選手、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてなんですが、こちら、はい、太田義明さんのこちらのね、ジュビロ時代のユニフォームということで、はい、サイン入り、公式ユニフォームということですね。はい、こちらとお兄さん、太田圭介さんの FC 岐阜時代に所属してたユニフォームですね。はい、はい、こちらもプレゼントいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちらは1名ずつということで、続いてはこちらということで、はい、こちらトレさんとメトリックスフォームなんですが、こちらはですね、僕が、まあ、トレーニング毎回お世話になってる、はい、ハイアルチさんの神殿さんが商品開発ということで、まあ、こちらに携わってるということで、まあ、僕が話を持ちかけたところ、ぜひね、プレゼントにということで、こちらの黒のトレさん30名分、あと、はい、メトリックスフォーム10名分ということで、プレゼントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、こちらはね、内容は、まあ、動画も撮ってありますんで、こちらをちょっとご覧くださいということで。こうやっても、だからもうこう、こっちこう耐えられんすもんね。これさ、普通だと思うんですよ。はい。本当に力が入るのよ。この軸足に。はい、ということで、はい、プレゼントを紹介させていただいたんですが、先ほど言った通り、概要欄の方から応募フォームを設けてありますので、こちらの T シャツですね。はい。限定200名ということで、応募期間は4日間。はい。まあ、締め切りの時点でもう販売終了ということで、でプレゼントの方も応募期間4日間ということで、皆さんぜひね、応募いただければと思います。でですね、送料なんですが、プレゼントも含めて、T シャツの送料も含めて、その T シャツを購入いただいた方の購入金額から送料の方もお支払いさせていただきますので、皆様の思い出ということで、今回のね、動画を作成させていただきました。まあ30万人ということで、まだまだ本当に通過点なんですが、皆様の思いに支えられ現在も活動できているので、まあ、これからもね、チームナスともども精進しながら頑張っていきたいと思います。ということで、ちょっとね、来ていただきましょう。チームナスのね、メンバーなんですが、はい、はい、撮影スタッフの小田っちと。小田です。はい、で、これから新加入ということで、ショウ、はい、ということで、一言ずついただきますか、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます、はい、視聴者の方のいいねだったりコメントだったりっていうのは本当に僕が毎日見させてもらっていて、本当にあの僕たちの活動の励みになってるなっていうのを毎日実感してます。これからも頑張っていくので、チャンネル登録そしていいねよろしくお願いします。9月から新しくナスチャンネルの方に入らせてもらうことになりました、翔です。足らないことばかりだと思いますけど、まあ、これから全力で頑張っていきますので、まあ、僕自身とナスチャンネルのことを、これからもよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回感謝動画を作成させていただきました。皆様、これからも応援ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、チームナス、皆様で頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました。